ろんな方との出会いと協力で、このライブも30回を迎えております、はい。そして今日はですね、30回記念ということで何か変わったことできないかなということで、僕の中学時代の同級生で、ミスターノロと、まあ、本名は大見君というんですけどね、中学時代の同級生で今も、年に何回かね飲み会をさせていただいて、いいお付き合いをさせていただいておりますが、まあ、いつも音楽ライブのみなんで、30回記念してね、彼の得意な、マジックを、アメリカのねラスベガスのホテルでも披露したということでね、非常におしゃべりの方も楽しいのでね、ぜひ、お願いしたいなということで、今日来ていただきました。大見君ありがとうございます。それではね、それから、ミスターノロの、マジックショー、ご覧いただきたいと思います。じゃあ、ミスターノロよろしく。どうも皆さん、どうもこんばんは。今同級生の森田君から紹介いただきましたミスターノロです。簡単に私自身を紹介させていただきます。今思えば約19年ほど前に自分が趣味でやってたマジックが世界に通用するかというちょうどいいタイミングでアメリカのラスベガスへ行くことになった時にそのベラージュという、まあ、中に聞いたことがある最高のホテルの地下のカジノ、まあ、もうたくさんのカジノの場所があるんですけども一番大きなルーレットの場で今からやるマジックをやってみた。これが大受けしてもう私はそれから人生が狂ったと思っています。ラスベガスでカジノでね金持ちが遊ぶその姿というのはあれはあくまでもテレビの映画の世界だと思っていました。でも実際自分が見てまたご祝儀いただいたお金一つのマジックで10万円のチップをもらった。それが大きく僕の人生が変わったというふうに思っています。でそのマジックをその後にいろ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 自分なりに勉強してまあコロナの前まではよくインスタとかそれから TikTok とかねこういう形でミスターノロというので、ネットでいろいろ出ましたけども残念ながら4年間続いたコロナウイルスでまあ私自身も富山県にある老人ホーム慰問に回ってたんだけど、まあ、コロナの影響でいけないと活動ができないということでまあこの段階から一旦削除してもらって、まあ、新たに、まあ、スタートしたいというふうに思っております。まあ、そういったところで今日は皆さんがね見られるマジックが世界に通用するということをご理解して見てやってください。まず、アメリカで私がネバダ州でやったのはこのトランプです。このトランプが奇跡を呼んだということで今からこのトランプをここに一つで3枚をセッティングします。このトランプはとりあえず見えるのはハートの13、12、11、ジャック・イン・キングこの3枚のカードです。これをじゃあ僕ちょっといかないカードを10枚何枚カードありますか？3枚ですね、OK。 この3枚を裏返しにするから真ん中の10には抜いてこの状態でしっかり持っておいてもらえるかな。はい、OK。 これを裏返します。10には抜いて見ないでまず持っておいてください。待ってね、OK。 この状態でで今応援にもらった彼が抜いたカード残り2枚は11と何だと13、ね、ジャックとキングこの2枚この2枚をこのように持ってますよ。よく見てください OK 自分で見て皆さんにゆっくり見せてあげてください。皆さんお届けるこれがカジノで支配にまで来て10万円もらったんですよ。やっぱりね、ラスベガスとスキルが違うんですよ。はい、僕どうもありがとう。で、先ほどね、彼に友達の印としてよく皆さん、いろんなところでクリスマスもこういう時にね、こういう
折り曲げると発光するこういうものをよく見ますよね。私は先ほど言ったように謎すぎるマジシャンというのは東洋の医学を学んでいます。これを折り曲げて光るということはエネルギーが発生するものと動いてます。これをエネルギー、心臓は左です、ね、あの右と左どちらかというと心臓近い方にこれをつけてやることによってエネルギーを充電する、彼の体の悪いところを補えるということで、ちょっと頭に入れておいてください。いいですか？ OK。 今カードをやってたらお嬢さんちょっとこっち来れるから恥ずかしがらなくてみえよ、他の人は全然お嬢さんですよ皆さん今ここにね、誰しもが普段使っている100円です。この100円玉にいいですか、裏表にこれは何か分かりますか？そう、私のやってることはマジです。さすがです、前もって口出ししてましたから。じゃあお嬢さん、あの裏表に名前をあの丸でもバツでも何でもいいです、あの書いてください。この裏も表も世界に1枚しかないお金を作ってみてください。こじんまりしますね。これ何ですか？丸とバツ、丸とバツですね、うん、で今彼女がね皆さんに見せてあげてください。私は丸とバツをこじんまりします。じゃあその状態でここにまで見てくださいね。この今彼女が書いた油、本来はお金落書きすると NG なんですよ。これ皆さん常識って知ってますよね。よく見てください。この100円玉をどうするかというと、今からねあるもので遊びたいと思う、こういうかわいい、ね、おもちゃグッズ、よく見てください。3、2、1、このゴムをこのテーブルでオープンで広げてみてください。慌てなくていいです、もう一個広げてください。はい、これ皆さんに見せてください。巾着袋があります。2つの赤と白のパックを外して、今この袋、この中に何が入っているか言ったら開けてみてください。何が入っていた？丸とバツが入ってあります。ということはあなたが落書きしたお金です。私が書いたお金です。OK、でこのマジックで使われたこのお金っていうのはね、ラッキーコインって言います。いいですか？これを僕はあなたに今日プレゼントします。財布の、ね、隅っこに入れてください。必ずあなたの運命を変わるんですよ。いいですか？使ったらダメですよ。いいですか？いや、別に金持ちになりたくなければいいんですよ。プレゼントします。どうぞ。ありがとうございます。それと、あと、せっかくだから、今あの、ね、今回あの、能登震災で、皆さんやはり、あの、こういうライトが欲しいと、ね、明るさが希望が欲しい。この中から好きなのを選んでください。まあいいですよ、プレゼント、僕からのプレゼント、 OK、 うん、はい、OK。 じゃあ皆さん、温かい拍手です。前から見るとよく見るでしょ、近いから OK ですよし、なこれは一つ持ってね。で、もう一つで、まあ、これのよくね、皆さんが見られたと思うけど、見るケースがあるし、リングとチェーンです。いいですか？ちょっとじゃあ、締めをいただけると、帰りは何かもらえるからね。お金持ちになるよ。で、私に対して、指を、親指をこのように U をしてください。で、私に向けてください。OK。この角度でリングを、ちょっと触ってみますか。はい、この状態で今から何をするかというと、リングを親指と人差し指で持ちます。で、チェーンの中に通します。通して私は途中で止めます。ロックイン。で、
3、2、1と言って私は親指です。人差し広げます。リングはどうなると思いますか？ぶら下がる。人生いろいろ苦してるね。何がにぶら下がる、そういう気持ちは大事です。よく見てください。あの動画撮ってもいいですから、全然問題ないですよ。よくあなたが証人だから見てくださいね。いいですか？入ってること確認してください。入ってますね。はい。いきますよ。グッといきます。3、2、1何も真似て何もしないと広げただけでしょ。これが真面目です。どうもありがとう。で、ご褒美として何か好きなのを受けてください。何でいっぱいないと思ってた。はい、今からお金儲かる。まあ、あの驚きの声をね、耳にすると嬉しいです。それが素直な気持ちです。ありがとうございます。前に素敵な男性の方に。じゃあどうしようかな。じゃあこっちは違います。ここにトランプがあります。このトランプを見るだけでいいです。みんな同じカードかどうか見てください。いいですか？でも違うんですね。で、基礎最終でロックイン。どこでもいいからロックして止めてください。止めたカードを抜いてください。で、皆さんに見せてください。僕は認めて。もちろん、もちろん。いいですか？ゆっくりしますよ。もちろん、そんなねじ込んでいかんですよ。女性のように優しくね。いいですか？慌てなくていいですよ。よし。ちょっと、あまりにも前、もう少し真ん中でやるから。ちょっと、鈍いもん。いやいや、緊張するだけです。はい、 OK です。じゃあこれを取ってください。で、皆さんに見せてください。で、置いてください。今から何をするかというと、これをよく見ください。蓋をします。どうか下にありましたよね。そうですね。これを目の前からよく見て、一番上まで持ってください。一番上はこれですよね。見てください。どうですか？皆さんに。これ、あと2人。どうぞ、ありがとうございます。あ、すいません。一瞬で、うんって言うと。申し訳ございません。これじゃないのかよ。いやいや、本当に申し訳ございません。ありがとうございます。まあこういうね、わずかなもんでも舞台に上がってもらってね、芸を一緒に楽しんでもらえるっていうのが喜びですよね。はい、そういうのをおそわけっていうんです、幸せの。で、そしたらね、ピンクかな、そしたらね、ここにこういう真鍮のこういう、あの、なんていうかな、ワインのコルクを抜くと蓋するわけにいかない、うん、飲んでる間虫が入ると汚いというので、こういうのキャッピングってあるのに蓋をする、ね、あのワインのボトルに蓋をするやつ、これを使ってのマジックします。で、これをどうするかというと、これをリングを置いて、よく見てください。蓋をしますよ。はい、こちらに来てください。もっとこっちこっち。まあ、占い師しました。はい。当てますよ。え？100円玉が5枚で。200円玉5枚の。リアクションです。9個箱1000円出たらいいでしょ。一番上はこれ何年になってるか分かります？29年。 OK、 覚えておいてください。はい、よく見てください。これを蓋します。
何もないですね。よく見てください。もう一度同じように出します。で、こうやろうと行けって言ったら来るんですよ。でこの100円玉の一番上は何年ですか？29年ということは、こちらの行けって言ったから当然こちらはないですよ。で、どうするかというと、こっからですよ。100円玉5枚をここ入れます。音がします。これが終了マジックです。ありがとうございます。すごい。はい、せっかくだからね。でもこれ携帯もあるんだよ。はい。あ、そうですか。ありがとうございます。はい。すごい。すごい。すごい。うん。で、このマジックもね。そろそろ本気のマジックをしていきましょう。こういう音楽だとね、楽しい、あの、なんていうの、盛り上がりにかけるんで、多分皆さん知ってるかな、F1 の音楽を入れましょう。トゥルースです。で、今から何をするかというと、ここを取るとロタね、水です。これは普通に言うとちょっと水です。で、この水をまあ地元だからね、いろんな新聞あるけど、とりあえず北日本新聞さんの新聞を用意しました。新聞だから当然めくれば、まあ、こういう頭の山でも手軽に別々にこう、これをどうするかというと、これを半分にして、多分皆さんは気づいています。この中に水を入れるだろうと。もちろん入れます。ただ、あの、水がこぼれるケースも場合もあります。そういう時は笑ってください。いくらですか？千です。いいですか？千を半分にしたらいくらですか？はい。え？よくないね。折り曲げても千は千円です。受けを流してありがとうございます。これをもう一度半分しましょう。よく見てください。これが世界の会社です。でも人は言う、仕込んでたんでしょう、ね、2度あることは1度あることは2度3度起こしましょう。
これで2枚です。そういうマジックをね、皆さんが見ていただくことに私は、あ、もう一つ、あ、これですか、これ一つ、あ、これ、イチャイチャしました。ここにお金万札があります。何言ってるんだよ、単なる紙でしょ。いいですか、という具合に紙が1枚、2枚、3枚、4枚、5枚あります。いいですか、よく見てください。これをどうするかというと、いいですね、3、2、1、これがマジシャンです。本物です、本物です。やったすごい、すごい、もちろん回収しますよ。すごい。でもね、こういう面白いのもあるんですよ。これもご祝儀袋もらったんで、お客さんからね、男は一生懸命働いてお金儲けするに、1、2、3、4、よく見せよ、なんだ、今このように使われてないし、ナイスリアクション、ナイスリアクションだね。そういう気持ちが大事だ。じゃあね、毎週ミスターノロがね、僕それは何だろうな、ピンサートの2000っていうのはこの世にもうないですよ。すごい、僕どれでもいいから1枚プレゼントする。本物だよ、 OK、 持って帰りますか。今ピンサートはネットで3000です。ピンサートのおったら2000です。これよく覚えておいて、お母さんがくれって言うと嫌だって言うノロさんからのプレゼントだ。じゃあ次ね、あの本来ならばテーブルにくっつくもあったらテーブルに待ってやるんですけど、こういう会場だから言葉であの話しています。あの私たちあのマジシャンは世代で共通するあのカードはバイスクル、これがカジノで使っていいカードです。だからラスベガスとかいろんなそういう博打のところにそういうカードね、イカサマができないような仕組みになってます。でこのカードを、ね、今から広げます。でこの広げたカードを、ね、あの代表して見てくださいね。もうバラバラって感じも、ね、曲がってませんね、はい、でこれをどうするかと、OK、ありがとうございます。で今から何をするかというと興味津々ですね。でこれをどうするかというと、このカード順番に付けます。で、お父さん僕の見るからストローカーとしようか。カードは何種類ありましたっけ。 4種類ですよね、 OK。 ということは4種類を、
で今から何をするかというと、よし、こちらへ来て、どの順番でもいいからカード4枚めくってください。一番上をドドンにしてめくってね、はい、めくるだけ、うん、あの持ち上げて見て裏返してください。裏返しです。このままこう、うん、何が出るんですか。三つ葉のエース、はい、スペードのエース、ハートのエース、ダイヤのエース、まだまだミスターノルマンです。世界的なレベルです。よく見てください。カードが黒、赤、黒、赤です。よく見てください。これが世界の場所です。さっきデタラメのカードが黒は黒、赤は赤に分けました。これが世界の場所です。で、俺には何もないことが伝わってきます。大丈夫です。この中、どうぞ好きなのをプレゼントします。これ一緒かな、一緒なんで、次へですか、はい、はい、この中で誰か携帯電話持ってないですかね。あのケースに入ってないような携帯電話誰か持ってたら、はい、あ、いいですか。ちょっとそれをね、電源入れていただけませんかね、はい、電源入れて、あの何かが、画像写真でも何でもいいですよ。で一応保険に入ってますんで、何があったらあのあれしますから。はい、はい、ですね、よく見てください。何をするか、ちょっとすよく見てください。順番に回しますから。一応大丈夫か見てください。OK というふうなマジックです。お父さん、書いちゃダメよ。拍手もらってもね、お土産もらっていかないけど、好きなの選んでください。今あるのはこれだけかな、はい、これ OK、 じゃあそれを、はい、ありがとうございます、はい、そういったことで、あの私のね、マジックは大体いい時間になりましたので、今日はこの辺で終わらさせていただきます。今日はどうも本当にありがとうございました。おプレーです、素晴らしい、はい、世界的に活躍しているミスターノルさんでした。皆さんもう一度盛大な拍手をお願いいたします。どうもね、30回記念のライブを冒頭飾っていただきました。いろいろね、お客さんとの対話もさすがでございました。まあ、ちなみに僕はあの年に数回、飲み会やってますので、これらの手品は、数十回見ております。いつも鮮やかな手つきでございます。